見た目あの子供じゃないように見えるからいいんじゃない。今日も変なことしちゃおうかな。プラスで屈折してすごい綺麗に見える奈々ちゃん。What's up YouTube? ご視聴助かりますということで、なんと私豊橋に来ております。豊橋久しぶりですね。何年ぶりかな、サーフィンで来た以来ですね。今日は前にもね YouTube で紹介した三日月商店っていう辛いラーメン、それから牛骨ラーメンの美味しいお店があるんですけど、そこのラーメンを豊橋に輸出したんですね。そこの聖也くんっていうんですけど、聖也くんがそこのラーメン屋のちょっと味を見にパトロールですね。真面目ですね。で豊橋に来る時に僕も一緒にちょっとついてきたという感じで、今日はゴールデンウィーク明けの月曜日なんですけど、豊橋に来たけど道に迷うということになりましたね。あ、来ました来ました、どうも。こんにちは。すいません。いや本当道迷って、すいませんでした。もう20キロぐらい離れてるからね、違うところに、うんうん、ちょっと油断して、そうね、もう大丈夫かなと思ったんですけど、今日じゃあこのまま豊橋で飲み歩き的な、はい、何それ、ノアル、ノアル、いやノアルじゃないバリバリアルコールだね。あ、バリバリアルコール。いやもうこれ一番いいやつじゃん。うん、これがね、わわわわわ、もう待ってんの、もう飲む、もう飲む、わかりました、うん、では今から飲み歩きね。もうね予定時間を2時間は過ぎて着きました。道間違いとかないんで、いや大丈夫です、うん、予定より1時間ちょっとねずれましたね。で今愛知県豊橋市に着きまして、今から豊橋の街で食べ歩き的なのをしていこうかなと思うんで、まあ最終着陸点はピンクパンサーと桃色フードコートっていう部屋くんが監修した牛骨ラーメンのお店ちょっと様子を見に行くと。今ねカメラトミーが撮ってくれてるけどね、トミーにもいろんな経験俺はさせてやりたいと思ってるからね。いろんなとこ行っていろんなもの食べて、いろんな人とお話をして、今日も楽しい一日を過ごしましょう、はい、ということで、はい、行きますか。お願いします、はい、それでは今から食べ歩きにレッツゴー。あ、それか、はじめまして、どうも、ケインさんのお父さんで、はい、あ、なんと出会いました。すごいですねお父さん、はい、そっくりですねケインちゃんに。今日はちょっとこれで遊ばせていただきますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。なんと藤井ケインさんのお父さんに出会うという、はい、そしてここが桃色フードコートというお店ですね。これがラーメン屋さんです。お久しぶりです。お久しぶりです。こんなのがあるラーメン屋ある、これいる。これに乗りって揺れながらラーメン食べるんですか。熱い。こぼしたらもういい。あ、なるほどね。こぼしたら店がボカルシステム。これなんとラーメン屋さんです。ラーメン屋さん。ラーメン屋さんと思えない。ラーメン屋さんとは思えないですね。そしてこの横にね、後でピンクパンサーに行こうかなと思ってますんで。はい、来ました。久しぶり。久しぶりです。あの、退院おめでとうございます。はい、久しぶり。久しぶりです。じゃあママちょっとブラッとしてきますね。はい、行ってらっしゃい。いや今からディナータイム。じゃあディナーがまたあれ買って。ディナーを考えとく。イエーイ。まず1軒目は立ち飲み酒屋引っ張りだこ。ちょっとここに突撃してみたいと思います。これは地毛ですか。そう、地毛。脱色もしてる。してない。全く。知らなかった。知らなかった。これも稲の時期は緑にして、うん、米ができた頃に茶色に染めたらして、そうだな、仕事をどこでしとるか見えんでいい。ああ、田んぼの中で。あ、そっか。それいいかもしれない。頼む、うん、じゃあポテトのチーズ焼き。早いな、トミー。ポテトのチーズ焼き。チーズ焼きね、はい、あと軟骨の唐揚げとタコの唐揚げ。早いね。さすがだね。はーい。あ、いいねいいねいいね。このちっちゃいのがいいね、うん、味をちょっと。うまいよ。うまい、うん、もやし。トミーはごぼう。僕これ本当に大好き。おいしい。うわ、このカツオすげえ脂乗ってる、うん。これでは、はい、カツオの刺身にニンニクと生姜をたっぷり入れていただきます。うまい。このカツオは油が乗ってる。うん。トミーもカツオにニンニクたっぷり。いってらっしゃい。できます。ちょまい。お父さんちょまい忘れとったわ。一本取ってやった。じゃあ一本取ったね。夏の風物詩って感じね。取りました。うん、うまい。最高。頼んだチーズ焼き。食べてください。うん。いいセンディ。タバクソ。タバクソは。タバスコね。いらない？辛いのは。いります。いらない。え？いります。いります。はい。辛いよ。辛いピーマン増えた。うん、ちょまーい。辛くない、大丈夫。全然余裕。ごちそうさまでした。フィリピン。
いけますか、うちの息子も。見た目あの子供じゃないように見えるからいいんじゃない。子供じゃないに見えますか。いやいや、いかないよ、いかないいかない、トミーいいですよって言ってたね。豊橋はすごい街だね。はい、2軒目焼き鳥屋さん。うまいよ。はい、乾杯。乾杯。ピンクパンサー。おお。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。来てみたわ、ちょっと。すごくいい店じゃないの、ここ。久しぶり。ようこそ変態クラブ。やばい、変態クラブ。お邪魔しますね。はい、いやいやいや、ちょっとお祝いに。お祝いに。じゃあもうほら、朝シャンよ。朝シャンよ。俺甘い酒があんまり好きじゃないんで、なのでロゼ。ロゼなる。あったあった。あったよ。キラリーレボリューションお願いします。キラリーレボリューション大事ですよ。フランちゃんです。フランちゃんお願いします。うちの一押し美女です。あ、フラーいい。嬉しすぎてどうしよう。朝シャンね。朝シャン、朝昇竜な。今日も変なことしちゃおうかな。じゃあ、ゆうがさん、せっかくだからね、ゆうがさん。いいです。よいしょ。ピンクパンサー従業員の皆さん、素敵なお客様からリンカさんのバスでシャンパンいただきました。リンカさん、じゃあ生まれてくれてよかった、よかった。シャンパン飲めます。使っちゃう。ビブショーもやるやる。フランちゃん、いつものお願いします。あー、パロパロやられた。パロじゃあもうほんと、みんな光ってる。あ、もうキラキラして、油で。油でテカテカ。油か。あ、やだ。テカテカ。どう、こういうお店どう。いや、いいよ別に。いいよとはどういう。いや、いいよっていうか、別にどういうのでもなんでもねえ。普通ってこと。いやいや、いいと思うよ。いいと思うよ。じゃあコメントの見本を見せて。こういうお店どうですか。いや、こういうお店はね、また来たい。また来たい。正解。ないもんね。うん、こういうお店でね。うん、僕あのトミーを連れてきてやりたい。本当はね。いいね。豊橋。豊橋。豊橋の桃色ラーメンね。作ってる人はこういう人です。ごちそうさま。ありがとうね、リンリン。ありがとう。また遊びに来ますよ。おはようございます。また来ます。次は一人で。はーい。助かります。はーい。おはようございます。無事二日酔いもなく、今ですね10時ですね、朝の10時ですけど、今豊橋駅から今日は愛知県の半田まで行って、その後に大阪に移動します。ということで今日も楽しい人にたくさん出会えると思いますので楽しみにしてます。それでは行ってきます。はい、今ね、オーブ、愛知県のなんかオーブっていう JR 線に乗って、ここで乗り換えて半田っていうところまで行きますね。半田で僕の兄貴に会いにびっくり会社訪問します。今日もなんか食べたいね、美味しいものね。いっぱい食べたい、うん、で今日はそこ行ってから大阪でカズマとかジンちゃんとかみんなと落ち合って、今夜もパーティーしようかな。でトミーは早めに帰ってホテルライフを楽しむ、いつもの俺らのスタイルでやってみたいと思います。それでは行こうか、トミー。うん。友達のこのお店ね、友達のお誕生日をサプライズでお祝いしたいと思います。行ってみましょう。レッツゴー。先に言うね。せーの、よいしょー。おせえわ。もうやりよったわ。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。
ちょっとすみません、お客さん、もうちょっとちっちゃくなってもらっていいですか。ごめんごめん、本当にへこんだ。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いいお店があります。わざわざ来ていただきましてありがとうございます。とんでもございません。じゃあ、いただきます。おしょ、はい、おしょ、ありがとうございます。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。わー、グラスで屈折してすごい綺麗に見える奈々ちゃん。それでは奈々ちゃん、お誕生日おめでとうございます。美味しいですね、ただで飲むお酒はね。お酒飲んで帰りにお給料ももらってね、一番美味しい。では、はい、今日、はい、2本目、はい、お誕生日でいただきました。ベルーポックありがとうございます。よいしょ、よいしょ、おめでとうございます。おめでとうございます。